こんばんばは平井ひろあきです皆さん苦手クラブありますか僕なんかレッスンやってると「得意クラブ苦手クラブ」っていう書く欄があってそこに「得意クラブなし苦手クラブドライバーっていうかほとんど」みたいな書いてあること結構多いんですなんで今回苦手クラブについてちょっとお話しさせていただきます平井弘明の「ワンナップゴルフ」ちなみに苦手クラブは俺はねないんだよね苦手クラブは。 それは12年の頃から全番手練習してきたっていうのもあるんだけどその前の前の前の話で苦手クラブを使ってない例えば俺ドライバーが9.5の 5S の45インチを使ってるじゃない得意クラブなのよでも8.5度の 7X のクラブだったら苦手クラブになっちゃう 打てないからそういったクラブ使ってませんかこれスペックの話がほとんどだと思うのねクラブセッティングっていうかで、優しいなって感じるクラブ打ったことあります僕は優しいなと思うのはレディースクラブなんですよそこまで落とさないと優しくは感じないんですでも優しいクラブって何がいいかっていつ打っても当たるんですよそのクラブに近いセッティングにしてるのが今の自分に合った優しいクラブセッティングなんですよ ドライバーが5の、S、の5まあちょっと甘めの9.5なんでリアルロフトは多分10度近くあると思うんですけどだからそういうクラブを使って初めて普通に打っても難しいなとは感じないんですよだから苦手クラブがそれでドライバーからサンドウェッジまで作ってるから苦手クラブがないそうなのよだから単純に何番が苦手とかっていう方いるでしょ あれね俺はちょっと疑問なの逆になんでじゃあ優しくしないのかなって確かにそうでしょ、うん、だからそのクラブを優しくして簡単にいつも打てるセッティングにしてあげれば苦手クラブがなくなるのよ例えばそれがそもそも苦手クラブが多かったら、うん、クラブ全体のスペックをダウンさせてあげたら、うん、苦手クラブがなくなるじゃないそ,うだ、ね、それはやらないじゃんみんな,やんないだからなんでかなと思って <laughs> そう,だ、ねそう そう打てないんだったら打てるクラブするわけ、ね、そうなの単純にね、うん、そうそれで例えばもう吹け上がっちゃってしょうがないっていうんだったら話は別よ、うん、でもね今のクラブとボールでそれはないと思うんだよねないんだない俺の先輩がこの間ねカーボンシャフトの3番のアイアン型のユーティリティでめっちゃくちゃライトスペックにしたのその1本だけバランスも D0 よ全部のクラブ D2 とか D2.5 ぐらい重いんだよね アアイアンもとかのシャフト入れてるでも3番は楽したいしそんなクラブじゃないからって言って俺も打たせてもらったらめっちゃ楽なのよ <laughs>、うん、95g か 85g ぐらいのカーボン入れてるパワーあるしヘッドスピードあるから X なんだけどでもその割にヘッドバランスめちゃくちゃ軽くして球浮くようにしてもうめっちゃくちゃ楽だったのそういうことよねそうだから武器にししたいし 武器にするからには打ってみなきゃ分かんない球って言ったら武器じゃないじゃないそ<う>そうだから絶対打ってもなるべくミスの確率を減らしたいスペックにしてるのよいつでも打てるスペックそうそういつでも打てるスペックだそのクラブを例えばじゃあ苦手クラブがある方だったらそうやってやっちゃった方が俺はいいと思うんだよねってことはそのなんていうのスイングの動きとか、うん、そういうもの以前に、うん、クラブが合えば、うん、当たるようになるとかいい球だよ ああるあるそう今ね徹君すごいいいこと言ってたよねそう合わないクラブで例えば重すぎる軽すぎるでスイングがまともにできてない方がいるんですよだから元々のスイングが悪いわけじゃなくてそのクラブを当たらないから当たるようにスイングもいじっちゃってる人がいるわけよ<ー>そうだからそのクラブだけのスイングを持ってる人もいる、えー、自然とね無意識よその人は。 うん、当たらないから、うん、単純に上がらないクラブを使ってたとしたら、うん、そのクラブを持った時だけこうやって上げに行ったりと、はあね、そ,うそれで連動してすぐアイアン持ち替えたらそらシャンク出るよね、うん、そうで逆を言って吹けちゃう球が軽くなるから抑え込んでる人がいきなりアイアン持ち替えたら左にまっすぐ行くよねそういうスイングを打たされちゃってる人がいる、うん 同じスイングで打てるいな、うんうん、そう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 だからプロって全クラブ同じスイングに見えるでしょ、うん、それは同じスペックだから<ー>そう全部長さ違うから多少は違うけども同じテンポと同じスイングをすればクラブの長さは違うから勝手にスイングは多少変わるけども逆を言えば同じスイングをしなかったら全部当たらないのよ、うん、それだけ同じスペックになってるから同じスペックああそうそうそう スペックにしてるそう,そうだからそういうスペックにしたらどうかなって俺は思うけどねでもね当たらないクラブだったり苦手クラブが世の中からなくならない以上そうなってないってことよねう、うん、ちなみにこれだけこういうふうにしてたよみたいなあっ鋭いっすよね質問が <laughs> そう俺ねスプーンだけ、うん、あのね本当申し訳ないけど 2年ぐらいね白いスプーン使ってたのよそうそれで持ってるそれでそれはロースピンなのよだから浮いてかないで3番ウッドって地面から打つクラブで一番シャフトが長くてロフトが立ってるから一番浮きづらいじゃないで苦手意識を感じた時期があったのだから他のクラブ全部 D2.5 バランスだったんだけどサンドウェッジ以外ね だけど、スプーンだけ1.5にしてたの。浮きやすいように。そういう細工をして初めて同じように振って全部が当たるようになった。の。だから3番だけ上げに行く。動作が入ったんだろうね。多分。うん、それはだから自分であ良くないな。動き的にね。良くないなと思ったから、上がりすぎて悩んだこと。俺、今まで1回ぐらいのゴルフやってて。だから上げられるセッティングにしようと思って、それだけ軽めにしたのよ。の したらね、それがもうめちゃくちゃ良かったドハマりしてすごい良かった逆ににじゃあも得意に感じるぐらいそうめっちゃくちゃ飛ぶし、うん、浮くし、うん、強いし、うん、軽くしたって全然吹けないのよだから良かったと思ってこんなの見え張るもんじゃねえなと思って <laughs> 本当にそれをだから今感じてるのは全クラブよねだから相当その試合出てた時よりもスペックダウンしてドライバーなんか2ダウン3ダウンぐらいスペックダウンしてうん でも全然弾質は変わんないもんねえっとこの前行ったら300ヤードぐらい飛んだんでしょそう近く行ってたね、えー、そうだから先輩ちゃんとレーザーで測ってくれて、うん、それぐらい行ってたし先輩はもうちょっと前行ってたからもっと飛んでたけど <laughs> まあ先輩も触れてたの<ー>、うん、タケちゃんですけどねそう, <laughs> そうだからすごい2人でドライバーとか調子よかった、ねえー、のよええ現金時より飛んでたのじゃ飛んでたね飛んでた なんてか分かんないけどそ<う>まあだから本当変なプレッシャーがなくなったっていうのもあ,るねあ,あねうん曲がったって別にただの OB でしょってっかっかだから先輩の飛距離は変わらないけど試合も出てるからそれなりに精度も高めながら制御して打ってるからずっと現役の時と変わんないけど俺はなんか取っ払っちゃったからめっちゃくちゃ触れてるわけよ <laughs> そうだから2三3 0ヤードぐらい置いていかれてたのが10ヤードぐらいまで迫ってるわけよ、えー そうだからそれぐらい軽く下から振れるのもあるし無理なく振ってるから体の負担もないしね飛ぶ飛んだ全然飛んだ球が吹けるってことは絶対今の性能のクラブとボールじゃ多分ないと思う,うんだってそれはねプロのトーナメント見ててもそんな吹ける球出ないっていうのはもちろん当たり前プロは合ってるスペック使ってるからだけど見ないもんねこんな球 めくれててる球なんて、うん、そんだけ今のクラブってスピン量が少ないからないけどね、うん、でも前もねなんか66歳でクラちゃん撮れた動画かなんかでもやっぱライトスペックの方がいいって話をさせてもらったけどほん本当にそう思うもんねそれやっぱその考えって変わらなくて、うん、じゃなかったら女の人は男性よりほとんどの方がパワーが少ないじゃないだから柔らかいし短いし軽いわけよ それがおかしくなっちゃうわけよ俺が言いたいのはもっとライトスペックにしたら優しいですよっていう理論がなくなっちゃうわけよああそうかそうだってしたら男も女も同じスペックになるわけじゃんそうだねそうだけど女性用の方がロフトもあるしスペックが優しいってことはってことでしょそうだねそうでしょそうだね そういういことだってことなのよだからそうヘッドスピードがなくてパワーがないんだったら優しいのを使った方が優しくていい球がより結果がいいからレディースはライトスペックになってるわけでじゃあ裏返すと女子のトッププロは男子のスペックを使ってるそう同等のスペック使ってる人も全然いるそうだから女子でも X 使ってる人いるし 60g 台のドライバー使ってる人もいるしシャフトねそう 使ってる人もいるしアイエンのシャフトはさすがに12030っていうのはいないけどそれなりに 100g 台もいるしそうなのよだからそのスペックって本当に大事で見栄を張るとこではないし、うん、で同じパワープレーでもいや X でパワープレーでしたと R でパワープレーでしたって関係ないじゃないねそうだそれと一緒で使ってる方はそ,そんなのはもちろん分かってるんだけどでも多分何かの理由で 今のスペックを使ってると思うんだよね例えば買うタイミングがないとか<ー>、うん、これをやりたい時にこのスペックじゃないとダメだから仕方なく使ってるとかっていろいろあると思うんだけど単純にいや平均アベレージをスコアを上げたいっていうんだったら絶対優しい方がいい今より、うん、で話戻すと苦手クラブがあるんだったら絶対に苦手じゃない優しく感じるスペックにした方がいい絶対違うからね、うん ベタ足スイングで体もグンって使わないで本当に腕2本の力ほぼそれで普通に今俺のクラブって打てんのねでそれはそのショットを打ったのと普通のショットを体使って打つのと距離って変わんないのよそうやって打つのとだそれだだけライトスペックなんだよね、うん、だからそういうスペックにすることも大事だしそのベタ足手打ちで打って。 球質が変わんないクラブまで落とすのもそのチェック方法だし、うんうん、ヘッドスピードとボールに当たる強さが変わんなかったら飛距離は変わんないから、うん、そうそれができるかどうかのクラブセッティングでねそれができないと多分オーバースペック、うん、だからそういうクラブチェック方法までは言わないけどそういう感じのチェックの仕方も面白いかなと思ってだから俺がドライバーからサンドまで レディースクラブでで手打ちで打ちったって多分めちゃくちゃゃくいい球出るよ、ね、うんだからスペックにこうハードさは絶対いらなくて、うん、いつでも打てるクラブセッティングがやっぱりいいよね一番ね、うん、準備をしなきゃいけないクラブセッティングっていうのはやっぱそれなりにリスクもあるし難しい証拠だから、うん 簡単にポンって打てるセッティングっていうのはすごい大切よねでは今回はですね苦手クラブありませんかっていう動画を撮っていきました持論ですけども、まあ、ほんのちょっとでも参考にしていただけたらと思いますちょっとでも参考になったなと思ったらチャンネル登録とですねグッドボタンの方よろしくお願いします最後までご視聴ありがとうございました